開いて当たるから手を自分の体近く持ってくるっていうのは基本的にはやらない。チャグル TV 始まるよ。まずヘッドはプレーン上、ヘッドプレーン上だから外行ったり内側行ったりせずにこっち、この軌道だけどちょい手を離す、ね、で離れたまま回転でやっていく。で外グリップを近づけな、グリップがパターみたいな軌道で引くと基本的には閉じてくる。開こうとすると低いところから入ってくる。引けば離す。まあまあまあ。右したい。あ、そう。そう。右に行くやつはねじって閉じるから、開いて当たるから手を自分の体近く持ってくるっていうのは基本的にはやらない。そこ滑らかにすると思ってこれるなかったとか。あ、パフォーマンスタイム。何やってるかって言って、まあ、離したでしょ、立ちましたよ。この形のまま開いてればあったでしょ。でも2本強く当てるってことはこのまま結構当たる瞬間にドンってこっちに押すと、なんか正面でこっちに押すと、このままそれと回ってるからここでボールにバチンってできる。手を返して強く当てるんじゃなくてそうグリップを体から離すことで強く打ってる。でも近くから来たくないからこう遠いまま来てさらに当たる瞬間に一回ボール付近で向こうに押せるのか。こういうまま来て、あ、そう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 。さらに当たる瞬間、バチッとつけば、その手の形のまま回転しながら。この瞬間です。離れた上にさらに、もう一回叩く。全然これこうすることなくインパクトでバチッてやってるでしょ。これがねできるようになってくると慣れてきたら今これこうやってやってるけどこれをもう一連の動きでやっちゃう。やっといて、あ、いいし、もうちょっと曲げようか。ちょっとこうすると突っ張るの分かるけどちょっと肩が上がっちゃうから。まあ、ちょっとこうなっちゃうけど、まあ、ちょっと肩はまだ上がらんように。で、君だけこうできれば、本当は。苦しいけどね。うん。そうそう。そのまま、離れたまま、インから、ああ、食べた。そうです。丁寧にこの形で止まれるように
フルトンヘッドが走ってきて、この辺がまたくしゃっとなるから。あ、そう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 。あ、上に上げるとこっち折れるから。そう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 。こっち取れたんだけど、これで。そうそう。今の話だけど。これが、まあ今のやつで回ってて、来たでしょ。ここでバンと打った後に大切なのは、体のこの三角形よりも、こっちに立ててるとか、少し。で、あと、これちょっと統計してみて、これが、こうなってること。こうキープしない。この時に、これが、こっちに上がったり、こっちに上がったりしない。このままバンと立てた後に、こう、こうって感じ。あ、そう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 。そう使うと、手首がこうフリックすることなく強く打てるんだけど、まあちょっとそれも意識して。回っていきながら、プラスに入れて、この向きのまま、お姉さんからさらに。だって、走らせずに強くつけることがあるんだけど、そう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 、それが球も捕まってくるし、パチンとしなくても球が飛ぶから、こういう感じで、はい、OK、はい、お疲れ様でした。もしよかったらチャンネル登録お願いします。